あ、服戻ってる。ん？なんで水の中なんだ？これはまた過去か。お母さん、俺無口。おや、眠れないのかい？いや、寝すぎた。あ、喋った。喋った。エマちゃんと喧嘩したね。だってエマが僕の頭を叩いたんだ。喋った。普通に喋った。え？ふざけてルキに眉毛描いて犬眉毛で行こうじゃん。普通に喋ってる。そうか、勇者のねあれ抜かれたから、勇者じゃなくなったから喋ってよくなったんだ。もう勇者じゃないもんね俺。笑い事じゃないんだよ。タンコブできてるもん。やり返したの？だってやり返したらもっとひどいことされるしって。同じようなことはきっとあるよ。だから今から言うことを覚えておいて。嫌なことがあってもね、やり返すのはかっこ悪いことだよ。僕はエマと仲直りしたいんだ。僕どうすればいいの？まずはお話しするのさ。なんでそんなことしたのかね。その人のことが見えてくる。とっても簡単。笑って握手をするだけさ。うん、ウルノーカとも笑って握手するね。さあもう眠る時間だよ。グッドナイトマミー。おやすみ。何も怖がることはないさ。朝が来たら全てが良くなるよ。おやすみおやすみ。大樹のこらよ。静かな静かな夜が来た。光の巫女が目を覚まし、暗闇を払って光ある明日が来るまで。勇者は見つかったか？いえ、魔王様、世界首都を探しても見つかりません。え？世界中探したの？そうか、死んだか。勇者はもういない。この世界は我のものなり。あら、お魚さん。これでお魚さんたちと話せるようになるのか。ディズニーかな。ファインディングにも。あー、女王様だ。ワインディングにも魚になっちゃった。衝撃の展開。これ俺だったの？まさかの衝撃の展開だわこれ。勇者の力が失われてしまったようだ。勇者の力はいいんだけど、まさかのお魚さんになるってその発想はなかった。上がる下がる。あー、いつサメと話せるようになるんだろうって言ったけど、これ話せるわ。おお、目覚めてんのか。勇者様がお目覚めじゃ。あ、やっぱ勇者は勇者だ。一時はエラ、ヒューともに呼吸停止。ピクリとも動かなかった。まさに奇跡。女王様に報告じゃ。操作めつくせ。なんで急に下がるし、どんだけ上がるんだよ。おい、ピタッと地面まで行っちゃって。勇者様、目覚めてよかったわ。海底に落ちてからずっと眠り続けていたのよ。地上な大変なことになっているの。女王セレン様に直接。よし、またマップがちょっと違う。仮想、そんなとこあったんだ。最終できるやつだ。はい、でも取りに行こうぜ。まさかの魚化するとは誰も思わんよ。スキルの種だ。これ上層に上がるんだろう。不意打ち。
上がりすぎて操作めんどくせ。聞こえる言葉なき海がざわめいています。来る、何かが来る。あの者はもう海底を見ている。グラフォスかな。お宝の場所はどこだ。へえ、あった。ユグノワ金貨、換金アイテムじゃねえか。もう一個ぐらい宝箱あってもおかしくないな。あら、綺麗なイソギンチャクさんたち。イソギン、イソジン。そう。もう宝箱はうまいが。上に戻ってきた。これで話せなかった。宝箱あります。いつでも魚化できるようになるのかな。ゾンビキラーだ、やったぜ。買わなくてよかった。さっかろー。水流に入ったら流されちゃいそうだわ。流される。あの話せなかった人たちに話しに行けるチャンス。今がチャンス、今がチャンピオン。どうも。ラララー、さだ波の音か、カモメの羽音か。眠れ海の我が子よ、光の巫女が目を覚まし、起きました。人魚の歌は長く聞かない方が良さそうだ。もういいじゃん、魚として一生生きようぜ。勇者より魚の方が気楽だぜ。国立博物館。人間の世界の超危険物。危ないから、タビウオさんも、タビウオさん。なんたって、魚やら、海藻やらを詰め込んで火にかけるってんだからね。鍋じゃねえかよ。ブレアの2万年の歴史よ。見てください、ポセイドンの槍。いやいやいや。これ、ポセイドンの槍じゃなくね？お、パール、パール。ムーレアが、600周年を迎えましてね、新たな展示物、人間の道具ですよ。魚の時しか来れない場所が結構あるんだ。ここここ。お、お宝、釣りしてる。エルフの飲み薬。結局こうエーテル系使わないよね。釣りは楽しいな。じゃあちょっとね、向き合い行ってね、何売ってるのか見ようか。いやー、こんな、ね、何を売ってくれるかね、興味深いところですよ。うっす、サメさん。よう、俺の店に来たってことは、部屋分けした白身魚とは、一味も二味も違うんだよな。いいぜ、気に入った。いい友達になれそうだ。仲良くなろうぜ、兄弟。と、行きたいところだが、品物を届ける運送業が近頃来なくて、売るものがね、結局買えねえのかよ。
便利な体になったもんだね。しかし何もない。あ、体は便利便利なんだけど、お宝がね、なんか身寄りありそうで、ないか。じゃあ行きますか、女王様のところ。やーす、待っていたぞ元人間の勇者よ。今何、魚の勇者かなんかなの俺。はいはい、玉座いるよ。元気に泳ぐ姿を見せてやりなさい。お目覚めですか、玉座。行きます、行きます。手に捕まってっていうか運ばれてるか。今更だけど強さどうなの。一人だ。おいおい、今そんな顔じゃねえだろ、俺魚だろ。お、目覚めたのね。時は満ちましたわ。ハンマー裕次郎かな。地震を拳で止めやがった。大丈夫よ、まだやることがある。それまで。俺やります、魚だけど。その姿とてもお似合いよ。いつも、かわいいわ。だいぶ言えたようですねって。難波線みたいにボロボロだったんですよ。魔王の目を欺くため魚の姿に変えていたのです。ドラクエ2かな。数ヶ月もうそんな経ってるの。コンコンと眠り続けていたわ。傷が完全に癒えれば人間の姿に戻るでしょう。それまでは無理は禁物よと。あなたも釣られるお魚の気持ちがわかるかも。聞きたいことがたくさんある。そんな顔をしていますね。共に戦ったお仲間のこと全てを見ていました。はい、ご覧なさい。お前ほんと見るだけだな。あ、扉が開いた。いやね、見て分かってんならどうにかしてくんねえかな。あん時のさ、あん時も見てるだけだったしさ、機内死んでるんだったら教えてやれよ。守り人の海への扉が王家の人魚以外のために開かれるのは何百年ぶりでしょうねと。どうか心してお進みください。とこの女王は見てるだけだな。あ、お魚さんいる。この先守り人の海であなたを待っております。守り人の海、最初を探す勇者の鏡である。なんか遅い、すごい遅い。泳げ泳げ、はい、泳げ泳げ。人間を連れてきたのは何百年ぶりかしらっていうか、何百年か前には来たんだ。王家にたる千里の真珠ね。地上の様子を見ることができる費用です。これで隠し見してたのか。こっそり雨を降らせました。雨を通じてやりたい放題ですな。こうやってあんたずっと世界中のことを覗き見してたんだな。準備はいいですか。どうなっているのか触れるのです。ちょっと待って、どっか宝箱とか。ごめん、俺勇者だから。勇者はね、他人の宝を奪う生き物なんだよ。残念ながらないようだ。あの赤いのはイソギンチャクか。正面から来た時は気づかなかった。うん、イソギンチャク。触れるのです。
お、ボロボロになってる。ハイラルかな。厄災ガノンに滅ぼされたハイラルかな。訪れた城の姿、世界は死んだのです。熱を帯びた猛烈な爆風が世界を駆け抜け、草木を焼き払い、水を干上がらせた。空から燃え盛る、大岩が降り注ぎ、山脈を崩し大地を砕いた。魔王ウルノーガは多くの生命を一瞬にして奪い去ったのです。新たに生み出すものは悲しみだけ。全て見ていました。しかしどうすることもできなかった。これは自宅？助けて、生き残ったわずかな子供。神よ、へえ、いっぱいなくなってる。そんな、助けて、誰か助けて、そこに誰かいるの。魚です。魚です。シュール。あはっ、元の姿に戻ったわけではない。お前は誰だ。一般兵か。結構生き残りいるな。もう帰れもねえ、家族もねえ、車もそれほど走ってねえ。でもまだ命があるじゃねえか。歩け、歩き続けるんだ。永遠についていきましょう。デルカダールの南に最後の砦がある。ってことはあれか、脳筋隊長まだ生きてるのか。諦めるな、英雄は僕たちを見捨てない。最後の砦に行けば何かが変わる。絶望してはいけない。歩け歩け。えらい前向きなやつらばっかだったなあ、これ。あの戦闘の人誰だろう。あの戦闘の人が脳筋隊長じゃね。そもそも グレイグさんじゃないですか。希望の炎をいくつか感じます。今消えようとしている。誰かが灯してやらなくてはいけない。あなたの役目って、もう勇者の力奪われちゃったけど。世界の石たる命の胎児は地に落ちました。世界を滑るのは天空魔女、魔王ウルヌーグ。魔王は命の胎児の魂を吸い取るだけでは飽き足らず、全ての命を摘み取り、悪しき力に変えようとしている。あ、なんか海が光っている。グラゴスさんかい。あ、攻められてる。もうダメ。海底の民の命を狙うウルノーガの手の者です。私が作った結界で欺き難を逃れてきました。それももう限界です。遥かにしのぐのです。海底王国が魔物に飲み込まれることでしょう。さあ戻ってきた。もう私の趣味の覗き見もやってる暇はないわ。王国へ戻りましょう。王国民、おっせえな。オートランある。オートランある。ラン走ってねえじゃん。オートスイムだろ。どこ。
玉座の上か。こっち行けるんだ。大臣かな。お、大切な演説を行います。ご参加願います。ゆっくりしてる時間はありませんぞ。ジョー様いなくなってるわ。とう。おお、いい景色だね。しかし魚なら泳げるからあんまり関係ない。てか人間でも泳げるだろって話なんだけど。ジャンプしかできなかったけどさ。無駄に綺麗なここのマップ。どこ行きゃいいの？ちょうどど真ん中か。なんかある。じゃあす。ムービーのとこ入った？入ったな。不思議な人、あるほどの世界の惨状を目にしても瞳に浮かぶ光は消えていませんね。魚です、魚ですから。死んだ魚のような目をしているだけですから。見えた。昼夜よ、これまで多くの災いがあなたを襲いかかってきました。幾度となく打ち砕き、多くの命を奪った破滅の、モナカ最中だね、いながらもあなたはこうして生きています。そう、いまだにあなたが魔王と戦う運命の中にあると大樹が告げているのかもしれません。勇者シュウヤよ、世界に再び光をもたらすために希望の炎を灯しなさい。希望の炎はあなたの仲間たちと共にある。あなたの仲間たちに宿るその炎が照らす先に歩むべき正しい道が示されるでしょう。はあ。すべては大樹の導きの、パッとやってきた。いい、襲われる。見ろ、結界が。あ、グラコスさんじゃないね。結界って物理なんだ。売るのがせっかちなのに、ね、別れの言葉も言わせてくれないなんて。はっ。ふう、流される。前を向きなさい。振り返ってはなりません。勇者とは。決して諦めないもののことなのです。ジョー様、海底王国の民どもよ、その命もらい受けるわ。やっぱ帰るかな。でかっ。みんな、小さい魚一匹ぐらい無視してしまった。まだ自力で移動するんだ。採取を調べる勇者の鏡だよ、俺ほんと。こういう場所にね、宝箱貼られると困るんだよな。ないよ、そんなものないよ。なさそうかな。ないな。よし、ならば言う。ちょっと宝箱に見えた、びっくりした。違う。向かうはあそこ。さあレッツゴー。釣られるんじゃねえかよ。あ、回避しちゃった。な、釣られんの？釣られる魚の気持ちがあって、あれフラグだったの？釣られないと進まなそうだね。進む。これ自力で上上がったらダメなの？ダメっぽい。釣られようか。
ラグ回収早っ。はーい。あ、普通の一般人のおっさんだ。魚鳥村行くのかな。これあれ、北の人、クエストだった人、違うな。お、こいつはでかいぞ。伝説の人食い大マグロか。あげねえぞ、俺は海の男アラニーヨット。やった、こりゃ大物だ。世界が破滅したって言ったって生きてりゃいいことはあるってもんよ。あれ、あ、回復したんだ。うん、おお、人、おい、どっから乗ってきやがった。腹減ったって魚の餌に踊りするやつがあるかよ。一体何があったってんだ。あの、お腹すぎてエビ美味しそうだって泣いてんのかい。なんだかわからんが、深いわけあるみてえだな。よし、困ってるやつは放っておけねえよ。海の男ってもんよ。俺の小屋に来なよ。一晩休んできな。安全な場所はどこにもねえ。最後の砦なら力になってくれるかもしれねえ。英雄がいる、俺たちの希望だ。さあ行け、出航だ。しっかり捕まってろよ。海は荒れるぜ。希望の灯火。チロン。また一人だな。ここはデルカだ。あそこじゃねえか。序盤のあの船着き場じゃん。チキン。助けてもらっても壺を割っていくスタイル。神殿なの、もしかして。いやー、久しぶりに帰ってきたね、ここ。